ここの探索大変だな。お、7サプリ結構たまったんじゃないか。おお、14ネジ落ちた。ダクソだったらショートカットできそうだけど、これダクソじゃないからな。サプリ104、いいね。体力増やすのもありかもしれない。隠密、聞き耳移動速度アップ、回復量アップ、弾作れるようにする。サプの迷うところ。聞き耳、ステルスキル、ナイフの数アップ、全部欲しいね。どれも欲しいけどなくてもどうにかなりそうでもあるっていうね。詰まった時にどれか強化しようかなって言って結局強化しないやつを考えると、やっぱ隠密系だよね。隠密系歩幅前進はただあんまり使わんのだよな。すっげえ声した。いた。そこだけなのにだいぶ声するな。俺この辺から聞こえるんだけどスピーカーの位置の問題か。あいつ来ねえな。バレてる？バレてなさそうだね。デブくんじゃねえか。来るよ。あれ、もう死んでた。一発無駄にしたな。実質2発分ぐらい無駄にしたけど。ちなみにこのデブ君はこれ渡れんのかなねえ、大丈夫？うわ、壁から来そう。久しぶりの近距離武器。下も降りれそうだね。もううんざり。正しい道が分かんなくて怖い。あそこ飛び込めそうだけど死にそうだし。そこかな。びっくりした。こっち行けそうだよね。オレゴン州、オレゴンね、ハンターハンターかな。これだけか。その奥が見えてるけど行けなさそうだ。火薬、火薬使うのは焼夷弾。そっか。からこれどうしようじゃん。もうナイフだ、ナイフを作れ。このビルマジでムカつく。とにかく降りて、もうすぐ通りだよ。ここ越えたらかな。じゃああっち先かな。さっき来たとこじゃないか。戦ってるうちに行く場所が分からなくなるってよくある話です。こっち、これでラストか。行くぞ。落ちろ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 。敵が湧くの分かんないのかな。先本当にさ、何にもないところから分かれるんだったらどうしようもないんだけど、もし先に分かって先制したらノーダメでいけるとかだったらいいな。ナイフに余裕があるならあんまり気にしないっていうのが正解な気もしてくるけどね。まあこれまだノーマルだからね。あっちか。行く道が全然わからん。このバスタブ壊れてる。おっ、17サプリ。こいつはおいしい。あれまだある。合計23サプリ。アイザックが昔の兵隊倒したって本当？フェドラね、本当。拷問するって噂聞いた。まあアイザックだし。その話はやめて。分かった。拷問するって聞いたけどって。ねえ、アビーもしたよね。したことあるの？レブ。あるよ。余計なこと考えないで。アビーは拷問の名手だからね。気分は平気？うん。アビーは正直言って死ぬこと最悪。今でチェックポイントかな。よし、チェックポイント入ったね。とりあえず抜けたでいいのかな。飛び降りたら、あ、アビー嘘だろってね、いつものやつです。よし、とりあえず抜けたな。よし、意外にいける。まあ何もないみたいだけど。これ1階まで降りてきたか。嘘だろ。ここ開かないのか。あ、火炎放射器45発分、つまり使えと。ここが開くのかな。連続バトルだ。これ嫌だな瞬間にいそうな気がしてきた。火炎放射を撃つ準備を。勘弁してよ。なんであんなにいるの。いいから出口探して。あんなにいるってそんな大した量じゃないよね。ぶっちゃけそんな大した量じゃないよね音を出さずにぶち殺したいね。ということでステルスキルでいきますか。あいつストーカーかな。まあいいや。ヘッドショット。これから毎日もう終わっちゃった。だからお前はダメだって。ああ違うかった。お前通れねえだろここ勇気のある壊してきた。通れねえ。通れないから壊した。あーうんこ投げてきた。ゴリラだ。ザッとやったか。火炎放射器。ああだね。行こう。暗いああーだからおおかわしたけどこれナイフ一発の方が安いんじゃない。罠じゃねえかよ。もうやだやだ。もう一匹ぐらいいそうだな。隙間隙間、結局はねあれなんだよね。細い場所の出入りって最強なんだよね。バイオ4の時によく使った手段だけどね、こんなここはねラストバースはダメージ食らっちゃうんだけど、この細いところは食らわないからね。入って出てきたやつチュンチュンして楽勝。結局でかいのも1体だけだったら大したことないし。回復フルになった。ただ終わったはずなんだけどね。壁から来る可能性があるといういやらしさ。来んじゃねここ。出てくんの分かんないよね。ハンマー。こういうとこね、こういうとこ最高。結局デブ君も通れないけど、ぶっ壊してくるのにだいぶ時間かかるからね。アイテム回収 OK かな。よっ、やってる。これよ。であいつらがあそこ詰まってるところにトーン。やっぱこの戦法が一番。よし、 OK だな。お、弾あった。光がちょっとアイテムに見えちゃうんだよね、この三角とかの。よし、何これ、勝手に戻ろうとしてやったぜ。行こう。5階だって。こここのビルクソだね。同感。もっとお上品にうんこだねって言わないと落ちそうコナミか。まだ4回じゃん。もうちょっとあるじゃん。お、強化台が欲しい。暗いってやっぱり最悪。何も見えん。ん、これ先に覗いといた方がいいのか大したことなさすぎて何もわからん。よし、やっと外出た。やっぱ明るい方がいいわ。ありがとう。閉めてから言えよ。そこまだ待ってる。あドアに自重はあるのか。無理やり下ろされてしまった。え、また今度はスカーさんがいそうですね。戦いやすそうなマップだよ。まあいいや、山って言われてからしゃがめばいい。あそこに昇降機あるでしょ。うんうん、あそこから行くつもりだったんだ。なるほどね。感染者もいない。ナイス。ここで会ったことはみんなには内緒にしとこう。ヤーラが心配するし。お姉ちゃん思い。ねえ、聞いてもいい？ねえ、聞いてもいい？頭剃ったの後悔してる？後悔はしちゃいけないんだ。レブ、一人で逃げればいい。後悔はしてはいけない。そうしたらヤーラも巻き込まずに済んだし。今頃家で母さんの世話してたはず。お母さん、具合が悪いの？親の世話は義務だから。義務。義務、銀河ナムである。アルコールマックス、回復マックス。微妙なとこだな。何も作るもんがない。まあそれだけ順調に進めてるってことだからよしとしよう。あのお方の導きを。さあそろそろリアル時間で2時間ぐらい経つけど2時間でいけるとは何だったのか。2時間で行けるだけ？帰れるとは言ってない。よし、まあ何もなかったね。さあ病院到着かな。ウルフの病院？あんたはここで待ってて。もらってくるわ。どうして？あんた殺されたいの？私ならバックギャモンの文句言われるだけ。バックギャモン？とりあえずあそこ行って取るもの取って戻ってくる。あんたは動かないで。うん。おお飛び込んだ。